はようございます。ジェントです。今日は紀州寺井の頭公園に来ました。朝いつも人が多くて自転車で一周回ろうなんて思わないんですけども、今日は朝早く起きたんで、自転車で一周回ってみたいと思います。はい、今日は、家から、実況中継でお届けしたいと思います。今日は井の頭公園に行ってきました。もう朝は本当に綺麗な空気でいいですね。もういつも人通りがもういっぱいで、ただ今朝はちょっと時間が7時20分ぐらいと早かったんで、まだ人が少なかったです。ただジョギングの人とかの方が多いので、やっぱり運転するときはかなり気を使いました。そういう人がいながら、空気がきれいな中で、自転車をちょっと走らせたというところです。で、これインスタの 3601X2 っていう360度カメラで撮ってるんですけど、いろいろ今ちょっと後ろで映ってるんですけど、ドローンとか使ってないんですね。これはちょうど自撮り棒を背中に担いで今撮ってます。それで、右上に見えるのが、これが 2.5 メートルぐらいに自撮り棒を自転車から 1.2 メーターぐらい上に伸ばして撮った映像です。で、そうですね、画質の解像度は同じなんですけれども、そんな感じで、今日はピクチャーインピクチャーっていうか画像を入れながらちょっとやってみました。そのピクチャーインピクチャーのその画像自体も後でちょっと動かすのも今回やってみたんですけど、そういうのはちょっと裏事情なんですけど、ということで、こう今左に見えてきたのが、お稲荷さんっていうことで、これよく言われるように昔、そうですね、ボートに乗ってカップルで吉祥寺の井の頭公園に乗ると必ず別れると、なぜならばお稲荷さんが焼き餅を焼くからということで言われていました。ですから私は乗らないようにしていたような気がします。もう何十年も前なんでよく覚えていませんけれども、そんなこと言われてましたね。 今言われてるのかちょっと分かんないんですけどね。で、この井の頭公園ですね、そうですね、大道芸人がいたり、そうですね、あと右側に見えてくると思うんですけど、ペパーカフェっていうカフェがあったりするんですよね。ここ結構いい店なんですよね。ただいつも長蛇の列でなかなか入りにくいというのがあります。はい。で、井の頭公園でですね、とにかくいいのがその四季折々っていうんですけど、やっぱり一番いいのは春ですね。春のその桜、これはもう絶品なんですね。ただ去年とかコロナでやっぱり見れなくて花見禁止なんかなってて、私の場合は夜家族と一緒に夜桜を見に行きました。ベンチにちょこっと座っててたんですけど、伊勢屋の焼き鳥を家族でみんなで食べたということだったんですが、人もいなくてですね、本当に楽しみました。あと季節的には秋ですね。秋は非常にいいです。で、池の近くのベンチで座ってたりすると名曲アルバムだったんですね。で、私も大好きだったんですけど、それのこう雰囲気というか、木々がですね、影の部分がかなり黒くなって、日の部分とこうコントラストがあって、で、かつその池の水もがですね、こう波打ってたりして、昔の名曲アルバムのそのフィルムだな、フィルム調の感じだな、なんていうことを思ったりします。はい。ですからそれですね。で、あと井の頭公園の私的な楽しみとしては、前友達と来た
ワイン飲みですね。これベンチに座って、まあ、2人でワイン飲んで、チーズ買ったり、あとそれこそ伊勢屋で焼き鳥を買って、伊勢屋ってすぐ近くの公園の入り口にありますので、そこで買って食べると、まあいうことで昼飲みなんですけれども、まあ、最近全然やってないですけど、そういったことで、そうしたりしました。まあちょっとそれをやった時のイメージとしては、映画のサイドウェイってご存知ですかね。サイドウェイっていうのはナパを舞台にして、それで確か主人公の人が結婚するって言って、バチェラーで独身時代にこうハメ外そうよなんて言って、で、友達に誘われて、それで、もうほとんど飲酒運転、もうお酒飲み、ワイン飲みながらナパの昼間の風景を回るっていう、まあ、そういう映画だったんですけど、まあ、それが結構面白かったですね。だからそれイメージして、井の頭公園で友達とワインなんか飲んだ時もありました。はい、まあそういう楽しみですね。私としてはその春の桜、あと秋のその風情の名曲アルバム、そして、夏っていうか、まあその7月ぐらいですかね、その時のそのサイドウェイ、映画のサイドウェイ的な友達と飲むと、まあ、いうのが私的な井の頭公園の3つの楽しみということでした。はい、まあ、それぞれね、楽しみがあると思いますし、まあ、駅から南口から5分ということで皆さんの憩いの場になっている、まあ、いうことの井の頭公園です。ございました。はい、まあ、ということで、今日の1週も終わりましたので、今日もご視聴ありがとうございました。